ビジャヤナガル王国、ビジャヤナガル王国、ビジャヤナガル王国,王国とは、14世紀初頭から17世紀中頃に、至るまで、カルナータカ州南部及びアンドラプラデーシュ州南部、言い換えれば、トゥンガバドラー川及びクリシュナガワイ南から、コモリン岬に至る南インドを支配した、ヒンドゥ王朝、1336年から1649年、ビジャヤナガル朝、 ビハヤナガーダイナスティとも呼ばれる。首都は、ビジャヤナガル、ペヌコンダ、チャンドラギリ、ベールール。サンガマアサ、サンガマダイナスティ、1336年から1486年、サールバアサ、サルーバダイナスティ、1486年から1505年、トゥルバアサ、トゥールバダイナスティ、1505年から1569年、アラビジューダイナスティ、 1569年から1649年の4つの王朝が交代して、ビジャヤ・ナガルに首都を置いたため、総称的に首都名を王国の名称に関している。14世紀以降、デリー・スルターン・朝によって、デカニア、南インド各地にあったヒンドゥ王朝は次々と滅ぼされ、1317年にアーダバ朝が、ハルジ朝に滅ぼされ、1323年に、 パーンディアーサとカーカティーヤ朝が、トゥグルク朝に滅ぼされた。有力な説では、ビジャヤ・ナガル王国の建国者である、ハリハラト・ブッカの兄弟は、デカンのカーカティーア朝あるいは南インドのホイサラ・朝に仕えていたとされ、1323年に、トゥグルク朝の遠征軍が両朝を攻めており、彼ら二人を捕虜にした。後、二人は、デリーに連行され、 イスラーム教に改修して、トゥグルク朝の君主ムハンマドビン・トゥグルクにしたとされる。1334年以降、ムハンマドビン・トゥグルクの失勢により、各地で反乱が起き、同年には、南インドのタミル地方で、地方長官が独立して、マドライするターン朝が成立するなど、南インドも不穏な状態となった。当時、ムハンマドビン・トゥグルクは、ハリハラトブッカを、 南インドのカルナータカ地方に派遣して、その統治に当たらせていたが、彼らもまたヒンドゥ勢力を結集して、トゥグルクアサから独立を得るようになった。こうして、1336年にハリハラとブッカは、トゥグルクアサから独立を宣言し、トゥンガバドラーガーの南岸の都市ビジャヤナガル、勝利の尊に、ビジャヤナガル王国を建国した。また、 彼らはこの地方の宗教指導者であったビディアーラニーヤによりイスラーム教からヒンドゥー教へと改修している。そしてこの第一王朝はハリハラとブッカの父サンガマの名をとってサンガマアサと名付けられ初代の王には兄ハリハラがハリハラ一世として即位した。1342年ホイサラアソの王バンラーラ三世が マドライ・スルターン・アサとの戦いで命を落とすと、ビジャヤ・ナガル王国はその領土に侵攻し、1346年にホイサラ・アサを滅ぼして王国の半島を広げた。一方で、翌1347年、デカン地方にバフマニーチが建国されると、トゥンガバドラー側とクリシュナ側の両流域に挟まれた、いわゆるライチュール地方の支配権、すなわち公益利権をめぐって、 両王朝は構想することになった。1356年、物価はニ位ハリハラ一世を継いで物価一世となり、ライチュール地方などの支配をめぐり、1358年から本格的にバフマニー朝との領土争いを繰り広げられた。というのは、両国の国境地帯のトゥンガバドラー側とクリシュナ側流域であるライチュール地方は経済的に豊かな土地として知られ、 クリシュナ川とゴーダーバリ川の下流平野は大変肥沃な土地である上に数多くの港がありその港を通して外国貿易が取引されていたため領有した王朝はその利益で潤うからだったしかしこの構想では両国は決定的な勝利を収めることができず無差別虐殺や子供の奴隷売買が行われたり経済的にも疲弊したため前述のような 残虐な行為は行わない、両国の国境は当初のままとするという協定が結ばれた。仏価一世は1377年まで統治し、ビジャヤナガル王国の半都拡大のため南方遠征を行い、1370年には息子の一人、クマーラカンパナがマズライスルターンアサを制圧している。仏価一世の息子ハリハラ二世の時、 1378年に、マドライスルターンアサを併合し、レッティ王国の支配するアンドラ地方の大部分を、領土に加え、領土の拡大に成功している。1398年には、バフマニーアサを攻め、クリシュナ川及びゴーダーバリ川両下げ流域の大部分を併合したものの、それ以上北方へ進出できなかった。だが、マラバール海岸地方で、ゴアを、 バフマニーアサから奪うことに成功し、また、スリランカ北方にも、遠征軍を送っている。ハリハラ二世の息子デイバラーヤ一世の時、1414 14年に、バフマニー朝の王、フィールーズ、シャーバフマニーとの間で、ドゥンガバトラー流域をめぐる構想に敗れ、首都ビジャイアナガル付近まで進出された。ビジャイアナガル王国は、講和を結び、多額の賠償金と、 真珠野像を支払わなければならず、そして自分の娘をフィールーズ、シャーバフマニーと結婚せることにし、結婚式には自ら主とビジャヤナガルから出迎えた。しかし、1422年、孫のデイバラーや二世が即位すると、軍政改革を推し進め、ビジャヤナガル王国の軍隊にムスリムを加えて、ヒンドゥーの兵や将校に休日を教えさせた。ペルシャ出身の歴史家フィリシによると、 デーバラーや二世は八万の騎兵、二十万の不評、休日に優れた六万人のヒンドゥー兵を集めたという、これはバフマニー軍が丈夫な馬を持ち、優れた旧兵の大部隊を持っていることに習ったもので、またその対抗策であった。この軍政改革により軍は強化され、ビジャヤナガル王国は逆に攻勢を強め、バフマニー城のトグルバルが付近まで進出した。そのため、 1425年から1426年にかけて、バフマニー朝の王アフマドシャー一世は、バフマニー朝の首都を、グルバルガからビーダルへと、戦としなければならなかった。しかし、1443年のライチュール地方への、遠征で、バフマニー朝と3回の激戦を戦ったが、両国境に大きな戦果を収められず、国境線はそのまま維持された。 デーバラーや二世は、ムスリムに、先の軍政改革で、東洋や国内で、モスクの建設を許し、ムスリム王朝であるバフマニー朝とは和睦して、婚姻関係や功能で平和を保ち。ビジャヤ・ナガル王国は、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒が共存できる、宗教寛容な国となり、ビジャヤ・ナガルの王は、称号として、ヒンドゥーの王にして、スルタンを名乗った者がいる。 さらに、デーバラーや2世は、西アジアとの対外交易も積極的に行い、イランなどからは施設も訪れている。ペルシャ人旅行家、アブドゥル・ラッザークの残した当時の記録によると、としている。少々誇張があるが、この地を訪れた旅行家たちが一致して述べているのは、ビジャヤナガル王国の国内は、都市でも、農村でも人口が密集していたということである。 1446年、デーバラーヤ二世が死ぬと、デーバラーヤ三世やビルーパーク社二世といった無能な王が続き、ビジャヤナガル王国の国内では、タミル地方中部をはじめ反乱が相次ぎ、国内は混乱した。一方で、バフマニー条が有能な最小、マフムード・ガーワーンにより事実上の全盛期を迎えて、ビジャヤナガル王国はカーンチープラムまで攻め込まれ、 ゴアのみならず、ナイチュール地方なども奪われた。また、オリッサの信仰勢力がジャパティアサの遠征軍が王国の奥深くまで攻め込み、1463年に、その遠征軍がカーベイリ側にまで到達し、ティルチラッパリにまで至った。15世紀後半、ビジャヤナガル王国は危機に陥ったが、この危機を救ったのは、タミル地方北部を統治していた。 サールバ家のサールバナラ神派であった。サールバナラ神派は、トゥルバ家のトゥルバイーシュバラナーヤカ、トゥルバナラサーナーヤカフシに助けられて、各地の反乱を鎮圧し、ガジャパティアーサ、バフマニー城の勢力を撃退して、その信仰を食い止めた。そして、1486年に、サールバナラ神派は、ザンガマ朝最後のオープラウダラーヤから王位を、散脱して王となり、 サールバーサを起こした。しかし、1491年に、サールバナラシンハが没すると、トゥルバナラサーナーヤカがその幼少の息子ティンマブーパーラ、およびインマディナラシンハライヤの接生となって、王国の実権を握った。なお、1480年代後半から、隣国バフマニーアーサでは、各地の大衆が独立の動き見せ、1490年には、ビジャープル王国、 アフマド・ナガル王国、ベラール王国が成立し、バフマニー朝のデガンを中心とする、その広大な藩とは解体されつつあった。トゥルガ・ナラサー・ナーアヤカは、三奪者とならず、ヨウオ王ウの摂政として、分裂し衰退するバフマニー朝より、ライチュール地方の奪還を試みた。また、南方に遠征して、反乱を鎮圧するなど、ビジャやナガル王国の領土回復に努めた。 1503年、トゥルバナラサーナーヤカは死亡し、息子、ビーラナラシンハラーヤがその地位を継承した。1505年、サールバーサのインマディナラシンハラーヤから、王位を奪って即位、トゥルバーサを創始した。だが、ビーラナラシンハラーヤの地勢は短く、1509年に、弟のクリシュナデーバラーヤがつくことになる。クリシュナデーバラーヤは、 ビジャヤナガル王国の最も偉大な君主とされ、ガジャパティ朝やビジャプル王国に遠征を繰り返し、広大な半島を獲得する一方で、文芸を保護し、旅行者から国民の幸せを願う君主という最大級の賛辞を贈られる名君であった。クリシュナデイ・バラーヤは、知性の始め、トートルバナラサーナーヤカの代より、徐々に回復傾向にあったビジャヤナガル王国の領土回復に努めた。 東方では、オリッサノがジャパティアサに攻め込み、ゴーダーバリカワカコを越えて、1512年には、ウダヤギリを落とし、北東のシンハーチャラムまで平定した。北方は、バフマニー朝が分裂してできた、ムスリム語王国の一つ、ビジャープル王国と対決して、1520年には、バフマニー朝時代からの継承地、ナイチュール地方を獲得した。このように、 即位してから1520年までの10年間に目覚ましい戦果を上げ、王国の半島は拡大され、その領土は最大となった。当時西海岸にはポルトガル人が進出してきていたが、これに対してマラワール海岸への進出を黙認する代わりに、ビジャープ領国からライチュール地方を取り戻すための協力とアラビアからの馬の補給を確保していた。クリシュナデバラヤは、 ポルトガルと積極的に交易を行い、西アジアからの軍馬の輸入を確保し、軍の維持に努め、ポルトガルの馬商人パイスによると、クリシュナデーバラーやの知性ビジャヤナガル王国は1万3000頭にも及ぶ軍馬を輸入し、その大部分はホルムズ島を経由していた。対外貿易の成功の要因は、ビジャヤナガル王国内にはカリカット、氷コードや、 マンガロールなど優れた外交が300以上も存在したからであり、これらの外交には、ポルトガル人や西アジアのイラン人のみならず、アラビア半島、中国、病朝、東南アジア諸国、アフリカからも、交易目的の人々が来航し、ビジャヤナガル王国の外交はインドにおける貿易の中心地として非常に賑にわった。クリシュナ・デー・バラヤは、 ビジャヤ・ナガル王国の発展にも努め、国内では各地に都市に貯水地、川にはダムや堤防を作り、商工業を奨励し、国内を安定させた。さらに、クリシュナ・デーバラーヤは、税収の安定を図るために、15世紀末にサールバ町より成立しつつあったビジャヤ・ナガル王国の領主層であるナーヤカに、徴税させるナーヤカ制を確立しようとした。これは、ナーヤカに、 自分の領地を地行地して、改めて与え、朝税や世襲などの特権を認める代わり、中世や納税などの義務を負わせるもので、認知外もよく行われた。また、クリシュナデイバラーやアビシュヌハヒンドゥ教の信仰を持ち、その聖地、ティルパティのベンカ家ィシュバラ寺院をはじめとする、ヒンドゥ寺院を手厚く保護したが、彼は宗教に関してはとても寛容であり、国民に、 すべての宗教の信仰を許した。彼もヒンドゥーの王にして、スルタンを名乗った一人だった。クリシュナ・デー・バラーヤの知性に、ビジャヤナガル王国の藩とは最大となり、国内は首都ビジャヤナガルをはじめにぎわい、王国には平和が広く行き届き大いに繁栄し、最盛期を迎えた。しかし、その晩年には、宮廷の内紛とそれにつけ込んで、 ビジャープル王国軍の侵入があり、ライチュール地方が再び奪われ、クリシュナデイバラーヤはそうした状況の中でした。1529年、クリシュナデイバラーヤの弟アチュタデイバラーヤが即位すると、最初ビーラ・ナラシンガラーヤが起こした反乱を鎮圧するとともに、ビジャープル王国からライチュール地方を取り戻した。だが、治世の晩年には、 兄王の娘婿にあたるアーラビーズ家のラーマラーヤ、ラーマラージャとも、二実権を奪われた。1542年にアチュタデーバラーヤが亡くなると、その幼少の息子ベンカタ一世が後を継ぐものの、宮廷内で王位の継承をめぐって、激しい争いが起こり殺され、クリシュナデーバラーヤら兄弟の末弟であるランガラーヤの息子、サダンシバラーヤが、王位につけられた。だが、 ビジャヤナガル王国の実験は摂政になった、ラーマラーヤとその弟イルマラデーバラーヤに握られていた。ラーマラーヤの基本政策は国内を安定させると、共にバフマニー朝分裂後の北方のデカンスルターン朝を互いに構想させて弱体化させるというものであった。しかし、デカンスルターン朝もいいように利用されていることに気づき始めて、ついにビジャプル王国。 ゴール・コンダ王国、アフマド・ナガル王国、ベラール王国、ビーガル王国は、同盟を結び、ビジャヤ・ナガルへと進撃した。1565年1月、ビジャヤ・ナガル軍は、クリシュナ川の北方のターリ・コータ、ラークシャシ・タンガティ・デゴ王国連合軍に撃破された。ターリ・コータの戦いで、ラーマラーヤ自身も捕らえられて処刑され、ビジャヤ・ナガル王国の兵十万人が殺されたと、 伝えられる。また、豪国連合軍は勢いに乗り、ビジャヤナガル王国の首都ビジャヤナガルも破壊した。これにより、王都は廃墟と化し、これ以降ビジャヤナガル王国は徐々に衰退の道をたどっていくことになった。ダーマラーヤの弟ティルマラデーバラーヤは、サダーシバラーヤを擁して、ビジャヤナガルの南東百数十キロメートルのペヌコンダを首都として統治を続け、 1569年には、サダーシバラーヤを廃位して、を開いた。ティルマラデーバラーヤは王国を3つの領域に分けた。そして、3人の息子を、ペヌコンダ、シュリーランガパッタナ、チャンドラギリにそれぞれ廃し、アンドラ地方、カルナータカ地方、タミル地方の統治に当たらせ、ビジャヤナガル王国の領土を維持した。だが、息子で次の王シュリーランが一世の知性に、 タミル地方の戦時、ジンジー、タンジャーブル、マドライの有力、ナーヤカは、王国内を置いて、反独立の政権を打ち出した。これらのナーヤカ政権は、ナーヤカ両国あるいは、ナーヤカ朝と呼ばれ、ビジャヤナガル王国の衰退要因の一つとなった。トゥルバ朝時代に、積極的に行われてきたナーヤカの認知替えも、アーラビード朝になってほとんど行われていない。 おそらく、ムスリム語王国の侵入などの混乱によって、ビジャヤ・ナガル王国では、ナーヤカの認知外がおろそかになり、ナーヤカたちが在地勢力として力を持ち、もはや無理になったのであろうと考えられる。また、シュリーランが一世の知性、ビジャヤ・ナガル王国の衰退に乗じて、ビジャープル王国やゴールコンダ王国の圧迫が一段と強まり、1576年には、 首都、ペヌコンダが、ビジャープル王国の軍に一方囲された。1586年、シュリーランが一世の死後、その弟ベンカータ二世が、ビジャープル王国、ゴールコンダ王国に奮戦したことにより、ビジャヤナガル王国は一時領土と勢力を回復した。1592年にはこれらに対抗するため、首都をペヌコンダからチャンドラギリに戦としている。 また、ベンカタ2世は、オランダ、スペインなどと宗行を結び、ムスリムの王国と対立していた北インドの、ムガル帝国とも同盟を結ぼうとし、南北から攻撃しようとする壮大な計画を立てた。さらに、ベンカタ2世は、内政面でも優れた、統治能力を発揮して、タミル地方の反乱を相当した。荒廃した農村の復興に尽力し、宗教的にも極めて寛容で、 人民にも愛され、慕われ、ビジャヤナガル王国最後の名君となった。しかし、その後再びビジャープル王国、ゴール・コンダ王国に逆襲され、1604年に、ベンカタニセイは王党、チャンドラギリからベールールと南へと戦とした。また、1610年には、マイソール王国が独立を表明するなど、ビジャヤナガル王国の水運を止めることはできなかった。 そして、1614年に老王ベンカタ二世が死亡すると、シュリーランガ二世が後を継いだ。だが、ベンカタ二世の息子、ジャグパラーヤも、王位を戦し、この内乱に各地のナーヤカも介入するなど、以降国内は、激しい内乱となった。結局、同年に、シュリーランガ二世とその家族は殺され、ジャグパラーヤが王となったものの、1617年に、 シュリーランが二世の息子ラーマデーバラーヤにトップウりルの戦いで殺された。これらの争いに乗じて、それまで半独立だったシェンジ、マドライなどのナーヤカーサは完全に独立した。また、ビジャープル王国とゴールコンダ王国の進出もあって、王国の北部はビジャープル王国に占領されるなど、ビジャやヤ・ナガル王国は急速に衰退した。 1630年にラーマデーバラーヤが死ぬと、ラーマラーヤの孫ベンカタ三世が後を継いだが、シュリーラウンガ二世の弟、ティンマラーヤが継承権を主張して内乱となり、1635年にティンマラーヤが死ぬまで続いた。ベンカタ三世の時代、ビジャヤ・ナガル王国に、かつての広大な領土はなく、もはや周りをビジャープル王国とゴールコンダ王国。 有力なあヤカ朝に囲まれた小国の一つとなっていた。1642年4月、ビジャヤナガル王国の主力軍とベールゴーティティンマナーヤカとダーマルラ・ベンカタ・ナーヤカの援軍がゴール・コンダ王国の軍4万4000に敗れ、同年10月にベンカタ三世はそうした情勢の中で死亡した。後を継いだそのオいシュリーランが三世の時代。 周辺のなあやか朝の勢力が強まり、ビジャやナガル王国はゴールコンダ王国の力を借りて、それらに対抗するありさまだった。だが、これはゴールコンダ王国とビジャープル王国のさらなる進出を招き、1647年に首都ベールールはビジャープル王国の軍勢に包囲され、陥落した。シュギーランが三世は、とベールールを逃げ、 タンジャーブールーあやア朝の保護を受けが、1649年に、ビジャープル王国の軍はタンジャーブールも包囲し、これを陥落させた。その後、シュリーランガ三世は逃げつつ抵抗したが、タンジャーブールが陥落した時点で事実上滅亡した。ここに、三世紀以上にわたり南インドを支配してきた、ビジャヤナガル王国は事実上の終焉を迎えた。ティルパティはその後も、 聖地として扱われ、1681年にゴール、コンダ王国の大臣の一人、アッカンナーパーンディとテルグ地方のバラモンが訪れており、1687年に皇帝アウラングゼーブがゴールコンダ王国を征服した時も民衆の抵抗が起こるのを恐れ、この寺院を略奪することはなかったと言われる。18世紀、ムガル帝国の広大な領土が分裂したも、ティルパティは、 聖地として扱われ、カルナータカ大主サーダトゥラーハーンの重心、ラーラー・トーダルマルは、自分とその妻の像を、おめ、つまり、自分を、かつてのクリシュガデーバラーヤと、同一視している、マラータ同盟の最小バージー・ラーオ一世や、ニザーム王国の君主アーサ・フジャー。彼はムスリムだが、モコチを訪れている。そして、現在に至るまで、ティルパティは、ベンカテシュバラデラを、 はじめ、かつてのことビザやナガル同様にヒンドゥー教徒の聖地である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。